今日のテーマはドリームキラー退治の秘訣ということですね。まあ、あの、ドリームキラーの話は皆さん知ってると思うんですけど、現状のコンフォーとの外側にゴールを設定するとですね、えー、と、これまで認識できなかったチャンスに <laughs> え気づいたりとかですね、認識が生まれるわけですけれども、現状、外側の,あの高い高いゴールっていうのは、あの、人に話すと、 やめとけとかね、馬鹿される、ね、鼻で笑われるみたいなことが起きるわけですよね。で、その時に、自分はその、ドリームキラーの話は聞かない。もしくは、あの、ドリームキラーが出てくるので、ゴールについては言わないっていことですよね。で今日も、たまたまの何人かコーチングしてたんですけども、えー、っと、たまたまっていうか、ま、あの、企業向けとかやってるんですけども、まとめてコーチングのセッションやったりとかしながら、 うん。ラムさんだけねちょっと、あの、報告しておきたいと思います。ゴールが見つかりました。ってね、で、コーチは、まあ、基本的にはドリームサポーターになっていくるので、ドリームケアに絶対ならないんで、どんどん行ってくださいと。ね。他の人に言わない方がいいですよってね。そうですね。他の人に言うと、やっぱり笑われちゃうんで、もしくはバカンされちゃうんで、やめとけって言われちゃうんで、絶対言えませんねって話を聞いてみたら、なるほど、それは、あのー、ね。 言われるかもしれないけど、まあね、こっちはコーチなんで徹底的に応援しますよということでお伝えしてニコニコになったんですけども、基本現状の外側のゴールをですね、人に話すとドリームケは出てくる。まあ、これが普通ですね。高ければ高いほどゴールはいいんですけれども、あの、そうですね。 高ければ高いほどいいんですけれども、それを、それが人に知られると、もしくは言ってしまうと、えー、そんなの無理じゃねやめといた方がいいよ。ね、恥かくだけだよって言って足を引っ張ってくる。で、止めてくるドリームキラーにとっては別にあの足を引っ張ってるつもり全くないんですよ。本音であなたのためを思ってやめといた方がいいよって言って、本音で引き下げてくるんですね。これが厄介なんで、ドリームキラーには、あの、 まあ、で、で、詳したとしても、そのドリームキラーの話は聞かなくていいよっていう話が、この理論の中にあるわけですけど、そもそもゴールを言わなければドリームキラーは、まあまあ出てこない、えー、方が、まあ、出てこないので、まあ、基本的に言わない方がいいよっていうのが、まさに、このコーチング理論の中のルールの中にも入っているわけですね。アファメーションの11個のルールの中に、えー、ゴールは人には言わないっていうふうに、こう、プリンシプルの中にも入っているわけですよね。まあ、これはいいと思うんですよね。 じゃあ今日の言ってるドリームキラー退治の秘訣、どうやって退治するのかって言ったら、わ、我々の <laughs>、自分の中にドリームキラーがふっとあが現れてくるときが、割と、あの、なくはないですよっていうことでもあるんですね。だから自分の中にいるドリームキラー、自分の中にいる自分がドリーム、自分に対してドリームキラーになっちゃうっていうことですよね。やっぱこれ無理じゃねって自分が自分に対して言っちゃう。 <laughs> これは自分で徹底的に退治しなきゃいけないですね。対処というか、あの、退治をする、もう、自分、もう一人の自分がやめとけって言うんですよ。<laughs> もう一人の自分が、ちょっと難しくねえか、これは、みたいなこと言ってきたら、スパーンと切るってことですよね。切るって、まあ、情報空間なんで血は全然出ないんですけども、基本的にそれはもう、あの、潰していくっていうんですかね。 ドリームキラーの話を聞かないどころか自分が自分に対して言ってくる言葉なんで、まさにセルフトークなんですけど、あの、対話してるんですよ、自分の中で常に。自分がじもう一人の自分と対話してるんですよね。この対話してる自分が、もう一人の自分がですね、いやー、ちょっと今回厳しくないかみたいな。<laughs> この、じゃ何を言うんだってね。そういう感覚で、自分の中にいるドリームキラーが一番厄介だったりしますよね。 あの、先ほど言ったように、ゴールのこと、ゴールをですね、現状の外側に高い高いゴールを設定しても、人に言わなければ、そうそうドリームキは出てこないですよ。だって分かんないんですもん。やめとけも何も、その中身が分かんないから、あの、否定されることもない。なんか最近楽しそうだねぐらいは言われるかもしれないですけど、別にそれはいいことですよね。で、ゴールのことは言わない。ただし、言わないで守ってきたゴールが、なんと自分の中のもう一人自分がやめとけとかね。 まだいるんですよ、実は。自分の中に。自分の中にいる、目を閉じると、いろんな応援してくれる人がいるに違いないと思って目を閉じてイメージしてると、その中の一人が、やめとけって言ってくるんですよ。こういうこともある。まあ自分も経験してきてるんですけど、これがですね、夢の中でできたりするんですよね。いやー、なかなか厳しいなーなんていうふうに、あのー、 夢の中でこう、誰か行ってきて、ふっとこう、よく観察してみると、一番身近にいる、あれ、あの人じゃんと。まさかこれ、バレちゃったみたいな。自分の中にある、隠してるっていうかね、あの、人に言わないように守ってきたゴールが、なぜあの人が知ってんだろう。そして知ってて、こっちに向かってニヤニヤしながら、いや、やめといた方がいいよって、すごいですよね、脳ってね。夢の中で出てくるんですよ。勝手に。 ある人がドリームケアになって自分のところにこう来てやめてた方がいいよっていうような妄想が広がっちゃう。これも厄介なドリームケアですよね。おそらく無意識のどっかであの、あの人だったら止めにかかってくんじゃないか。絶対ゴールは行っちゃいけない。あの人には言わない方がいいぞって自分の中で分かってるんですよ。<laughs> 分かってるからこそちょっと漏れちゃったな。 誰かに聞いたのか知らないけれども、なんか探、感づいてしまったのかもしれない、みたいなことが先回りしてですね、これ、<laughs> 自分を止めることがある。これも厄介ですよね。まだまだいっぱいいますよ、こうやってドリームキラーって。自分の中にいっぱい経験してきてますけども、これ以上言わないですけども。どちらにしても、どちらにしてもね、自分が現状の外側に向かって、 とんでもないことをやろうとしてるとか、姿を見て、あの、なんかやろうとしてるねみたいなね。勘ぐってくる人はいっぱい出てくる。そのくらい行動を起こしてるっていうことです。そうしたらそれは、まあ、あの、なんて言うんでしょうね。自分を高く評価した方がいいと思う。ドリームキラーが出てくるぐらい、自分は行動してるんだって言ってないにもかかわらず、なんか、あの、そのくらい行ってくるぞ、みたいなね。よっしゃーどんどんエフィカシー上げていくぜ、ぐらいな感じで、 ケチらかしていく感じでしょうかね。だから、まあ、あの、ドリームキャラーとの対、えっ、ー、と、の、対、対峙の仕方、対処の仕方、そして対峙していく秘訣っていうのは、まあ、まあ、いろんなところが出てくるのを、あの、決して、その、そのドリームキャラーの話を真に受けない。スルーする。自分は、えー、それを超えていくよって。 なんだったらまあ、説得するつもりは全くないけれども、自分はこうするよって、自分のファインドの中で、自分の心の中でこう、こういうふうに言われたらこうやったら切り返すとかね。それはできない、こうやったらできないでしょってこんなことやってもできないでしょいや、こうやったらできますよっていうことを言えるようにディベート形式にですね、自分の答えを、反論に対して、あの、その反論を用意しとくね。一つの反論に対して、五つぐらいの反論を用意しとく。 それは先回りして、あの、ポジティブなシミュレーションしとくっていうのは、これ、友達博士の本の中に書かれてるワークですよね。えー、たくさん書かれてますけど、そういう、あの、ディベート形式での、ドリームキラーが言ってきたネガティブな言葉に対する反論5つぐらいをね、ばーっと言えるように準備しとけばいいですよ。そんなの知識とか経験ないじゃない。知識は経験あります。ね。あの、これから学べばいいし、そういう知見のある人を味方につけてますから、ね。 そんなことを言っても人脈ない人はこれから大丈夫です。人脈があっという間できますと。そういう人を紹介されますから。ね。いろんなこう反論、こうドリームキラーが足を引っ張ってくる、そのネガティブなあの、ワードに対しての反論を先回りして準備しておく。どんどんポジティブな。どんどんポジティブになる。ポジティブしかないっていう状態を作る。だから、まあ、そうですね。ネガティブな枕子とかも言わない。 っていうのをね、ぜひ、あの、お勧すすめしたいですね。ドリームキラーに対する対処。付き合わないってことです。付き合っちゃった瞬間に下がっちゃいますからね。まあ、そういうのも分かりますけど、みたいな、ね。分かんない。<laughs> そう言ってることが分かんない。<laughs> っていう感覚になっていくっていうのを、えー、っと、お勧めしたいですね。なぜかとい言ったら、その、セルフトークでネガティブを受け入れた瞬間に、そっち側に相当、あの、下がっちゃう。ですね。そういうことをやってると、延々と下がっていく。どん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 下がっていっちゃう。 うん、だからまあエフィカシーもやっぱり下がってしまうでしょうし、あとなんかね、口癖のように私はネガティブなんでって思わず言ってしまう人は自分で気づいてないのかもしれないですけど、あの、気づいてくださいってことですね。<laughs> いやー、もともと私はネクラなネガティブな人なんでとか,か言わなくてもいいのに、ね、なんか自己紹介の時に言っちゃう人とかいると思うんですよ。 ま、さすがにもう、あのー、ね、高知語学んでる方がいいと思うんですが、そこも、そこも含めてセルフトークですからね。思わず出てきてしまう自己紹介の中に、わざわざネガティブワードを入れ、入れ込まなくてもいいけど、それが一つのパターンとしてですね、その、自分を紹介するワードの中に、どうしてもなんか下げなきゃいけないっていうなんかね、感覚が入っちゃってる方がね、時々いらっしゃるんですけど、これこそですね、無意識にやってるとしたら、あのー、 ドリームケアーと一緒ですよね。やっぱり自分を引き下げる言葉をわざわざ言う必要ないですよ。なんか、なんでしょうね。バランスを取り、取ってしまう。ま、まあ、自分もサラリーマンで会社に勤めた頃があるので、わからなくはないですけど、うん。まあ、自分を引き下げる言葉は使わないでいいですよね。だから、それは、あの、このコーチン理論を学んだ全員が、ぜひやっていただきたいなと思うんですけど、口癖の、 自己紹介とかですね、思わず言ってしまう口癖の中に <laughs> ネガティブワードが入って特に自分を引き下げるようなワードが入ったら、それは何の得にもなんないし、相手にも、まあ、一見良さそうなんだけれども、良くないんですよ。なんでそんなわざわざあの余計なこと言ってんのかなみたいな感じで思われちゃうから、うん、別に自分を自慢することもないけれども、あのネガティブでわざわざ引き下げて、 いや、自分はもともとネガティブなんで、とかって言う、言わなくてもいい。ね。言わなくてもいいというマインドセットを作っていきましょうってことね。それもドリームキラーですからね。自分で自分のことを引き下げているのとドリームキラーですよね。それが、あの、パターン化しているのであれば、なおさら、そのパターンを崩して、 で、自分をね、人にこう説明するときにわざわざ、実はこんなことがあった、あんなことがあんまり大したことなくてとかっていらないね。もうこのネガティブな、この、このワードは全部いらないということで、削る。もう捨てる。で、二度と使わない。で使わないことによって周いい、周りの人のいい、周りの人のいいところも探す。自分のいいところも探す。そういう感覚になってくるといいんじゃないかなと思うんですけど。はい。大丈夫ですかねこの絵はね。 ということで、ドリームキラーで最も厄介なのは自分の中に出てくるドリームキラー。思わずセルフトークの中にも、あの、うん、そういうワードが入,入り込んでる可能性があるよっていうのをぜひ皆さんの中で,です、ね、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。一瞬たりとも下げないですからね。一瞬たりとも下げない。で、最高なエネルギーを、あの、すべてコミュニケーションを取る人に伝える。ドリームサポーターになっていくとハイエフィカシーな あの、コミュニケーションを取る人になってほしいんですけど、それは積極的にですね、目の前にいる人を、あの、ドリームキラーの話はやらない方がいいということを、全くこれはやめてきおきましょうというのを言います、ね。じゃあ積極的にやった方がいいこともプラスでお話しするとしたら、接する人、接する人のエフィカシーを上げましょうってことですね。これ、あの、そうですね。 どんどんやった方がいいですね。別 <laughs> にめることはないですけど、どんどんやった方がいい。で、ちゃんとやるってことですよね。伝わるようにやる。<laughs> でまあ、できてる方はどんどんやればいい。と、そのまま継続すればいいんですけど、万が一できてないなと思う方はどうやってやればいいんですか、その人に向かって、その人の名前を呼びながら、<laughs> 女性が男性にやるとちょっと勘違いされるというね、そういう思想家を作っちゃうってことももしかしたらあるのかもしれないので、まあそこはちょっと調整しながらですけど、基本的にはその、いや、何さんさなんか最高ですねっていうことをこう、何気に言える人になってほしいと思うんですよね。あのー、いや、なかなかそれは照れくさくて、ね、なんかあの、ごま吸ってるように見られてとかっていうことではなくて、 やっぱポジティブな起点になっていくってことは、コミュニケーションを取る人全員のエフィカシーを上げていくっていう、そういうことを常にやれる人になっていくっていうことですから、まあ名前を呼ばなくても、いや、何やさん最高だ、いや、何やさんって言いますよね。何やさん最高だと思います。もしくはコミュニケーションって、いや、最高ですね。今日、今日の今の話最高でしたねとか、なんかそういうことを何気に伝えていくっていうこと、それをこう日頃のコミュニケーションの中で全部、 全部のコミュニケーションに盛り込んでいくっていうことで、まず思うことですね。思ったらそれをできるだけコミュニケーションの中でそっとこう言葉に忍び寄せて伝える。なんだったら面と向かってしっかりと伝えるっていうことを、まあ、やっていくとですね、これは人間関係がどんどん良好になっていくんですね。そういう状況になると思います。 ま、それで、よ、あの、プラスはあっても、ま、基本マイナスはないと思うんですよね。<laughs> あの、さっき言ったように、よっぽどこう、一応こうでやり続けると、こう、倉庫を作っちゃうみたいなことあるかもしれないですけど、まあ、勘違いはされないと思うんですよね。<laughs> その距離感っていうのは多分大事だと思うので、まずはそういう良好なコミュニケーションを取っていくってことを気をつける、特にリーダーはですね、メンバーに対してそのコミュニケーションを毎回、あの、取り続けた方がいいかなと思うんですよね。一人一人で。 あの、例外なくってことですよ。お伝えしたいこと、お知らせが2つあるんですね。24日のリアルコーチングセミナー、都内でやります。で、ゴールドコース以上は午前中10時から11時の特別なグループセッションというか講義を予定してるんですけど、これまた若干、まだ、あの、少人数でやるんですけども、若干まだ輪っか残ってる。で、午後からのスタンダードコースも若干枠が残ってるので、これぜひ、あの、皆さん、 来ていただけると嬉しく思います。で、何を伝えるかっていうのはですね、今回なかなか、あの、かなり高いエフィカシーを伝えることになると思ってですね、これはちょっと言語化できないんですけど、うんと、先週ですね、まあ、こ、この間の YouTube でも言ったかもしれないけど、えっ、ー、と、久しぶりに <laughs>、あの、海外出張に行ってるんですね、私が。まあ、その中身は全然こう、公開はできないんですけど、不思議の感。 ただし、そのハイエフィカシーの感覚はいろんなじ別な事例をもとに伝えることができるかなってで、そしてその言語以外の非言語の情報としてきっと受け取っていただけるかなと思うんですよ。で、これどんなパワーかって言ったら、まあ自分で言うのもなんですけども、とんでもなく高いエフィカシーとゴールに向かうためのあのエネルギーになると思います。で、それぐらいのエネルギーを今回受け取ったんですね、自分が。<laughs> こういうのもなんですけど。で、この中身を開示できるのはおそらくどうでしょうね。3ヶ月後なのか、半年後なのか。まあ、そのくらいになった時に、ちょっと公開できるかなというのもあるんですけども、ちょっと今のところ全容は話お話しすることはできないですけど、その感覚は伝えることができます。自分から過去そういうことがあったっていうのは、2011年に、あの、 釈迦が悟って2600年の記念の式典っていうのがインドのサルナードってところであったんですけど、そこにトマウチャカセットをご一緒させていただいた、一緒に行ったんですね。で、いろんなものを見させていただきました。いろんな体感を得ました。で、とんでもなんか絵深さ高まったんですよ。で、釈迦が悟って2600年の記念の式典ですからね。仏教国は世界中で1年間大騒ぎだったんですけど、日本は仏教,教国と言いながら、おそらくメディアでは宗教的なものは扱えないってことで、メディア行ってないんですね。 自分は目撃したものが全然メディアに載ってないですよ <laughs>。博士のブログにはちょっとちらっと出てますけど、私はそれをずっと見させていただいた。なるほどと。コーチングにはこういうパワーをこうやって博士が盛り込んでくれてる、いただいてるんだなっていうのを、自分は体感したんですね。そして理論的なものもそこで学んで、えー、さらにその後もずっと繋いできてるので、そのパワー未だに、あの、毎年毎年強くなってるんですね。 2011年の話ですよ。もうだから十何年も前の話ですけど。その後はいくつかあるのは、あの、そうですね。そうだな例えばユーラシアピースラリーの話とかね、ここでしたことあると思うんですけれども、2017年ですね。17年。もうその前の年もいろいろ海外とか行ってるんですけど、前の前の年も。 まあ、その辺の話じゃなくて、結構17年のその、ユーラシアピースラリーに参加することになった、その、いわゆるじゅ、まあ、出来事。で、それをきっかけとなって、まあ、友達とか誘われて、行くよって言って、あの、ご一緒させていただいた時に見た映像と体感したものって、とんでもない、あの、高いエフィカシーの <laughs> 空間だったんですね。で、それが今、しかもそれが未だにまたこれが、 毎年毎年のようにそこのエネルギーもどんどん膨らんでるっていう感じ。あら、まあ、何かこう、事例があったとしても、ちょっとな、あの、数ヶ月先には公開できると思うんですけど、今回の内容も、あの、それ以上のものがあるかなと思うんですけども、ちょっと今のところまだまだすぐには公開できないですけども、そのくらいのインパクトで、まあ、過去にそういう、まあ、海外に出なきゃいけないわけじゃないけど、海外で世界的なレベルのプロジェクトに関わった時の体感っていうのがすごく自分の中に、 あの、記憶としてですね、ずっとこう積み上がってきて、それがずっとこう広がってきてるのがあるんですけど、これはなんかね、あの、口でなかなか説明できないんですけれども、まあ一言で言うと強烈に高いエフィカシーですね。軸を超えちゃうんですバーンと。で、それを、あの、セミナーの中で、何とかして伝えようと思って今回。だから、帰国して初めての 海外出張して、その体感をずっと積み上げてきた、まあ一週間ぐらいありますから、その一週間以上ある、その中でのエネルギーを、そのまんま <laughs>、エネルギーレベルですよ。内容というか、そのエネルギーレベルを、えっ、ー、と、24か、24の、えっ、ー、と、2時半ぐらいからかな、そのセミナー形式でその内容、まあ、 おそらく重症度高いところ繋がると思うんですけど、それを伝えることになると思います。ということで参加された方は、あの、間違いなくその中に、まあ、何かこうエネルギー強烈に受け取って、人生を思いっきり変わるというようなターニングポイントになる方が必ず出てくるかなという風に感じているので、まあ、思いっきり変えたいと、この機会に何とかしたいんだっていう方は是非、ぜひ飛び込んでいただきたいなという風に正直思っているところですね。もちろんもスケジュールがなかなか合わないという方は、 えと、録画配信コース、後日の録画配信コースも、あの、伝えるものはしっかりと伝えていこうかなと思うんですけど、その感覚ですね、それをぜひ自分の中にしっかりと取り込んで、次に向けて、次に向けてっていうのはその、ゴー現状の外側のゴールに向かって、皆さんが設定したたくさんのゴールがあると思うんですね。新しいゴールも見えてくる方もいれば、ゴールはさらに先にした方がいいっていうふうに分かって見えてくる方もいれば、一気に進む方も、情報空間の中でね、行く方も出てくれば、 とんでもなく高いエフィカシーが自分の中にパンと入ってくる方も出てくると。そんな感じで思ってるので、まあ、できれば来ていただきたいなと思います。もう一つですね、30日かな三十日。まあ、ちょっと先ですけども、あの、パフォーマンスアアスメントコーチングの、えー、説明会、セミナー説明会を30日やりますので、えー、これもですね、あの、ちょうどこの、 まあ4月になるとちょっと体制が思いっきり変わってくるのも実はあります。自分の実は役職もですね <laughs>。別に役職がどうのこうのとか、書きがどうのこうのっていうふうに、つもりは全くないし、あんまりそこには、あの、こだわりは全くない方なんですけども、役割、どっちかというと、肩書きよりもですね、その役割機能にフォーカスするのが認知科学ですよね。ファンクショナリズムですから。 あの、ファンクションにこだわるね。機能。自分がどのくらい役割機能を果たせてるのかって。世の中にどれだけの、あの、貢献ができてるのか、役に立ってるのかっていうのはすごくこだわるんですけど、肩書きどうでもいいんですよね。<laughs> 正直言うと。こう言っちゃうあれですけど。でも一応その役割に応じた肩書きが実は、あの、また変わったんですよね、自分の。今、ツイッターの、の、プロフィールに実はもうこっそり書き換えてるんですけど、そういう肩書きはついてます。あの、 いやいや、あの、偏り変だけでしょうじゃなくて、役割機能が変わったんですね。どちらかというと、役割機能が変わってきたら、さらにこう広い範囲を見る必要があるし、やはりよりこうあの広くです、ね、エネルギーを出していくということが求められているか。まあ、自分もやりたいと思ってやってますから、その役割機能とか、肩書きにぶら下がるつもりは全くなくて、それ以上のことをやるんだという気持ちになってますけど、ね、その感覚も、 あの、お伝えしたいなと思うんですよね。えー、っと、世の中ね肩書きにぶら下がる、あの、<laughs> 政治家も含めて多いかなと。そうじゃないです。我々はやっぱり役割機能で見るんですね。ファンクショナリウムですから。認知科学でそういうことなんで。で、その役割機能を世の中にどういうふうに貢献できるのかっていうところにフォーカスすると、いろんなものが見え方が変わってくる。自分の重要性もどんどん変わってくると思うので、ぜそういうところも含めてですね、えー と、まあ、しっかりとお伝えできたらいいかなと思います。ということで、全力でやりますんで、24セミナー、そして30日、えー、認定コーチ要請講座ですね。説明会、セミナーの説明会、えー、興味のある方、いける方はぜひ、あの、<laughs> 来てください。お待ちしてます。で、そして一緒になって、コーチングを世界中に広げる活動に、皆さん入っていただきたいんですよね。これ本音で。 あの、これはね、ね、こういうキャリアしかないですが、関係ない。年齢も関係ない。性別も全く関係ない。もう未来に向けてドーンと行きたい方は一緒に行きましょうということで、私も全力で、あの、イてコーチをですね、あの、応援する立場ですまあ自分自身も思いっきりこう、カを広げていきますので、新しいモードに帰ってますよと。まあ、新しいモードに入ったという意味では、2024年というのは、まあ,まあ自分にとっても、この、このコーチに広める、 あの、全体からしてもですね、大きな変化だと思います。そういう仕掛けを友達はかがしていただいてるんだろうなと思うんですけども、そういうところにしっかりとうまくですね、乗っていく。こういう波に乗っていくのはとても重要なところですよね。そういった意味では、えー、皆さんも絶好なチャンスだという,うに思って、えー、ぜひ会いに来ていただければと思います。はい。えー、ありがとうございました。<laughs> また次回お会いしましょう。ワクワク様でした。